はい、コナンです。オメガレジェンズやっていきたいと思います。このゲームは何かっていうと、まあ、今ね海外では結構話題になってるあのエイペックスレジェンズの、まあ、スマホ版なんて言われてますけども、まあほぼほぼエイペックスに近いようなねバトルロワイヤルシューティングゲームになります。まあ今ね最も新しいバトロワゲームということで、まあ結構他のゲームのね、まあ、いいとこ取りみたいな、まあよく言えばいいとこ取り、まあパクリゲーとも言うんだけど、そんなゲームでね、エイペックスみたいにこのキャラがね、キャラごとにねスキルがあって、で選べるんですよ。とりあえずディフェンダーでいきましょうか。まあどれがね強いとか弱いとかはなくて、エイペックスでもあるよね役割がさ、回復とかさ、まあそんな感じ。ディフェンダーはね、だからスキルが使えるんだよね。さあバトロワといったらバトルバス、まあおなじみのですねフォートナイト形式です。この辺りは若干フォートナイトチックで、この島にね降りるわけですよ。で今ねこの3人でトリオで行こうかなと思います。でこれはねエイペックス風にねフォロイング、まあ、リーダーにねついてくことができると。でパラシュートではなく、まあ、最新のねドローンですよ。だから設定がさエイペックスに近いよね。ちょっと未来的な設定になるのか。さあ武器をね適当に集めていきます。結構ね武器はねたくさん落ちてる。あとはねアーマーが重要かなこのゲーム。だから最初にまず適当に武器を固めましょうか。まあこの辺りは他のバトロワと同じような感じ。 PUBG とかよりもねもっと撃ってきている。結構この武器とかがふんだんに落ちてる。まあこの辺りちょっと荒野行動に近いよね。接近戦か、当たんねえな。ところディフェンダーはねこのスキルでさ盾みたいのが出せるんだよね。これいいよね。だから初心者にはおすすめかもしれません。当たんねえな。よし来ました、ヘッドショット。さあまずワンキル、そしてサプライボックス適当に漁っていこう。 AK74。 ちょっとねどの武器が強いとかよくわかんないんだけど、おっと、とりあえずなんか武器にはレアリティがあるらしい。まあ、この辺りはフォートナイトと一緒だよね。あとは回復アイテムとね、と3出てくるの。もう倒しまくりだわ。でバトロワなんでこうだんだんねサークルが縮まってくる、まああるあるなんだけど、ディフェンダーなかなかいいぞ。そして適当に漁ります。まあバランスよくね、おこれはエイペックスでよくあるこの武器が入ってるやつ。なんか若干いろんなゲームのいいとこ取りだよね。でこのゲームねまだストアにはねありません、アプリストアには。なので一応動画の概要欄にリンク貼っとこうか。そのライフルで、スナイパーライフル、接近戦はやっぱマシンガンかな。マシンガンが結構ね連射できて使いやすい。まあアサルトライフル系ね、もしくは接近戦はショットガン。よし残り11人、なんかいけそうな気がするわ。さあサプライボックス適当に漁ります。武器がね5つ持てるんだよね。だから結構たくさん持てる。シールドバッテリー、シールドバッテリーは使うとあのシールドがね回復します。まんまエイペックスレジェンズです。
で、ここね、なんかあのドロップがあるんだよね、アイテムというかね。このドロップでゲットする武器はね、かなり強力な武器がゲットできるんで、ヘッドショット狙いたい。もし当たった、一発じゃ無理か。だからバランスよくさ、このスナイパーライフルとアサルトライフルとショットガンがあればなんとかなる。さあ、もう、あっと味方が何気にも2人やられている。その2人を倒せばチャンピオンが取れる。狙います。うわ、1人近い近い、いけるか。当たんねえ当たんねえ。よし、あと1人行くわ。岩の陰に隠れながら、よし、チャンピオン。まあ勝つことはね、そんなに難しくないね。さあ、もう一回行きましょうか。ちょっとね、キャラ変えてみるわ。このストライカー、ストライカーはね、攻撃型です。だからスキルでなんか飛んだりね、できるんですよ。さあ、どこに降りようか。まあ適当にね、行きましょうか。今度はね、ソロで行きます。ソロでも勝ちたい。さあ、この廃墟みたいなところ、お、あんなところに人が、人影が。まずは装備を固めよう。シールドはね、重要です。お、これはなんだ。お、ロケットラッチャーがあるぞ。これはすごいぞ。しかもレアリティの色がかなりレアな。ロケラン行くぜ。できている。どこだどこだ。まあ後ろから銃声がないぞ。おっと、こっちか。マジか、接近戦接近戦。お、なんかスキル使いやがった。このスキルでね、この建築っていうのかな、キャラによってはね、できるっていうね。さあ、サプライボックスあさっていきましょう。 AK74 がある、もらっていこう。さあ、ちょっとね、回復します。やられたんで。そして、さあ、適当に武器をあさろう。残り40人か。一応ね、60人スタートでスタートなんだよね。で、最後の1人になるまで。結構ね、マップが狭いので1試合がね、まあ10分15分ぐらい。おっと、これは爆撃。なんか PUBG であるあれだよね、あの赤いエリアに入ると爆撃があると。さあ、エアドロップ特にないな。これは、お、撃ってきている。逃げよう。どこだ。お、後ろだ。これはもらった、もらったぜ。弾がね、弾切れが、弾がね、落ち、弾がねえんだよ。さあ、ちょっとね、シールド回復します。さあ、体力もね、残り
14人なんで最終決戦に備えて。お、あんなところに、これはもらった、もらったぜ。あと一発、弾がね、マジか、マジか、うーわ、あるあるだよ。